するのにね、疲れる。チロ粘る。こんな違うの？0340。今回はですね、今月の12日に GR86 の改良版が発表されたじゃないですか。また出ますか？そうなんですよ。いつもやってますよね。まあ、改良を重ねて進化してってるわけですけど、そのね、特別仕様車もね、発売されたみたいなんです。はい。なので、今日は特別仕様車を持ってきていただきました。ありがとうございます。ね、はい。てかさ、この現行型。はいはい。何がいけないわけよ、GR。これもあれですよね。何が気に入らねえんだ、一体。せっかくなんで、今日は実物を拝見しながらですね、はい、この今までの GR86 とどこが違うのかなっていうのを見ていきたいと思います。はい、これ、見た目はどうですか？色。見た目はまずこのね、リッチグリーンっていうのがこの特別仕様車の色なんですよね。うんうん、はい、そしてですね、専用のブロンズホイール。あ、なるほど。そして専用のタンカラーのシート。そしてですね、はいはい、ロゴショルダーの刺繍もありますね。あ、落ち着いた感じがして大人っぽい。ちょっと大人っぽいですよね、うん、はい、ちょっとブリティッシュな感じもするし。そうだと思いますよ、ね、いいですね、このシートの感じとかもすごい、ね、あららら、大人っぽいと思うんですよ。なんかちょっと86ちょっとさ、はい、若い感じがするじゃない。ここ見て、リッジグリーンリミテッドでしょ。これ見たらまたみんな欲しがっちゃうんだろうな、これ。こういう嫌な予感がしますよね、これ。こういうのにね、惹かれるんですよ。そうなんだよ。もうその AE86 の時もそうだけど、ブラックリミテッドに惹かれたんだよ。トヨタはさ、そういうことやったらうまいんだよ。でここで歌ってみんなこぐりして写真撮るんだよ。で俺は乗ってるんだぞ、みたいな。これは200台限定なのでお急ぎください。200台か、はい、もう多分みんなあれですね、明日の朝みんな並びますね。並ぶんですか。未来ね、200台ね、はい、200台ってあっという間じゃん、全部でしょ。まあ、綺麗なグリーンだね。いや、まあ、俺もそう思った、ね、はい、綺麗ですね。いや、いい、なんかさ、アストンっぽくない？あ、そうそう、わかる。イギリスっぽいですよ。わかるわかる、アストンっぽいね、うん、すごくいい。品があるというか、なんか大人の86って感じだよね。します、します。要はあの改良型じゃないですか。何を改良してる？走りが改良されておりまして、はい、まずですね、ショックアブソーバーの減衰特性を改良しております、うん、ハンドリングのレスポンスと接地感をね、さらに上げているということですね、うん、はい、あとは電動パワステのフィーリング、これも、改良されていて、うん、ダイレクト感が向上しております、はい、さらにあのスロットル特性も実は変更されていて、うん、限界域での扱いやすさがぐっと上がっている。レスポンスとリニア感じがね、グッと上がってるんですって。さっきさ、土屋さんはね、はいはい、もうこれで十分だと。いや、まあ十分。何をトヨタを変えるんだって言ってるんですけど、で、これで一回もう今乗った体感があるんで、はい、もう早速乗ってもらいましたよ。そうですね。いいですよ、いいですよ。乗ってみて、はい、このさ、そうね。ああ、そうですね。ね、本当にね、シビアにちょっと見てください。はい、はい、いいですか？はい。じゃあ早速乗ってください。お願いします。はい。行ってみます。行ってくださいよ。でもなんかこれ。俺今までのなんか、うん、86の中で一番好きかもわかんない、ね、見た目いいですよね、これ大人として、はい、素敵。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。さあ、それでは改良型の GR86 行ってみたいと思います。マジかよ、何が違うんだろうっていうか、現行型の何が気に入らないのって感じだよ。ほんといいよ、現行型すげえな、トヨタは。ステアリングフィールがシビアになってる、リニアになってるというか、反応がね、反応が良くなってるような気がする。
もある。ストロークちょっとさせてるかも。優しくなってる。ポコポコ跳ねない。どうですか。あのね、入力が違う。入力が違う、うん、スプリングは変わんないと思うんだけど、うん、ダンパーの入力が違う。はいはい、ダンパー変わってます。初期入力が違う。そういうことは後ろが落ち着く。もう具体的にはどういうことですか。現行型が、うん、あのいい言い方をするとスポーティー、はい、でこっちの方が高級感がある、質感がある入力の仕方をしている。最初の動き出しがいい。そうそうそう。だから現行型はスポーティーに振ってる、はい、でこれは大人に振ってるの。あら、見た目通り大人だ。立ち上がりでこういう最終コーナーもそうだけど、カウンターは当ててんの。2速でも3速でも、うん、でそこもそうだけど、はい、カウンターの当て方が少ない。だからおそらくディアのストロークはそんなに変わらないと思うんだけど、入力の仕方がこう後ろにドンと来るから、うん、テールスライドが少ない。わかりますか。それはなんか良くなったっていうの。質感が高いっていう感じ、乗った感じが。ステアフィールは？ステアフィールは、うん、なんかこうリニアになったのかなっていうのはあるよ。うん、なるほどね。土屋さんはどっちが好きなの？俺はだって現行で満足してたから、うん、だからこっち乗っちゃうとね、いじりたくな、な、ない人、うん、あノーマルで乗りたい人はそれはこっちの方が、そうかそうか、その入力の仕方が優しいから質感が高いし高級感がある。なるほど。ありがたいことにですね、あの2台のですね車のラップ上がったお店で、はい、発表します。どうぞ。じゃん、最初に乗っていただいた、まあ最初の現行モデル、これが48秒340で、こちらの改良型が47秒793、結構差つきましたよ。そのトラクションかけた時の沈み方が違うんだと思う俺はね、うん、そのアクセル入れた時の現行型のは若々しい、そういうポン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 っていう立ち上がりをするんだけど、ということは好みがあるってことね。好みっていうか、うん、若い子は現行型の方がよりスポーティーでいいと思う。これは落ち着いてる。なるほど。でも実際早いんですよ、コンマ5、6秒。早いってすごいよ。いや、コンマ5秒早いってすごい。こんなちっちゃいコースで、ね、うん、だから何が違うかっていうと、今言ったようにアクセルオンの時のトラクションのかかり方が、リアの沈み方がすごくうまく使えてるっていうこと。ということはトヨタのやったことは良かったってことですか。全然正解でしょ。正解ですか。だからロールストロークに対してロールスピードがすごくこう大人の感じのしっくりくる、こう同じ波長でロールストロークに対してロールスピードが合ってる。現行型の方はちょっとこうやんちゃな方に振ってる。なるほどね。じゃあ大人になって実際速くもなってる。俺みたいな大人に合ってるねなってないよ。だから早く走れたのか。でもね、いや本当にいじりたくないんだったらこっちの方がいいよ。あ、本当にみんながみんないじるわけじゃないからね。そうそう、だってさ、現行型のもね、限定販売だったらね、オレンジも、はい、だけどやっぱりその現行型を買う人っていじりたくない人。メーカーが完成したものがもうそのまんま乗りたいっていう人。じゃあもうこれぴったりじゃないですかね。これは本当そういう感じだからさ、200台もうすぐだよね、あっという間ですよ ね、はい、だからいじりたくないでこのまま乗ってたいっていう人は、うん、これ絶対買い、はい、じゃあこれはいい、はい、ね、いじりたくないこのまま乗りたいという方はお急ぎくださいませ。早く明日行ってください明日なの。そう、今すればいいじゃんねそうそう、朝の番組だからね。朝、そう、まだ間に合う。今行ってください中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分中古車買取本舗で検索。車のことならアヘン。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘン。お知らせがあります。お知らせですか。はい、はい、この度
アヘッドモーターサービスでは一緒に働く、一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、去年から、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか、はい、そのモータースポーツ参戦経験を通して、お客様に対して、チューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、一緒にぜひ働いてみませんか、働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは、ひろきさん、どんなところが一番魅力的ですか？個人的にアヘッドの魅力っていうのは、本当に一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に言ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてでトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そしてブレスと、ブレスさんですね、はい、はい、板金塗装、そして e スポーツスタジオでも、はいはい、おなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。ぜひトータルチューニングから、塗装、板金も含めてすべてやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。